日本人は意味わからんで、わっしょいわっしょい、なんか荷物かける持つ時のなんか、かけ声みたいに思ってますが、勝利という意味です。グローリー、勝利、わっしょい。だからいつもかつてのユダヤ人は戦いに行かざるを得ない時はこの神輿を先頭にかけて、わっしょいわっしょいと言ったんです。今の日本と同じじゃない、神輿を担ぐ時にみんなわっしょい、しかも普通の服装しないでしょ、大概白い麻の布をしますね。そう、昔の通りですよ。ほんで今言ったら誰かがわっしょいとみんなでわっしょいわっしょい、みんな喜びになってくるわけです。どん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 燃え上がってくる。言葉の意味がわからんのにユダヤの血が流れてる。そして話を元に戻すと、この上から見てますよ、一番大事な奥、この至聖所というね、至る聖所、ここに契約の箱を置いた。でそこにモーセの石板とかいろいろ物入れました。ほんでここに幕があった。ここから中に入れなかった、右から左へ。一年に一度だけ大祭司、まあ日本で言うたらその神社の一番偉い人ですかね、一年に一回民族の一番偉い人がここに入ったんです。そしてその契約の箱の上から血を流したんです。何の牛の血です。だから犠牲なんです。人間というのはいいこと悪いこといろいろやるやんか。人間は神様許してください、そう、そういう印のために牛が人間のすべての汚れや悪を代表してそこで血を流したんです。血を流してもらったんです。だから前から言っているように犠牲っていう言葉、私たち何も知らずに犠牲や犠牲やと言ってますが、この犠牲の日はみんな牛変なんです。人間の代わりに神の前に出て許しを請うことのできるのは人間じゃない、牛です。だからこれはユダヤ人が作った字だってわかるよね。中国人の字じゃないです。そしてこの手前に二つの机を置きました。こちらとこちらと、でここに小さな机を置いた。この真ん中のところはこう良き香りがファーッと広がった。この中にね、それから右のところにパンを置いた。さっきユダヤ人は十二部族と言った。だからこう机があったらこう6つ並べた。こうしてまあ明日は大きくないと詰めませんね。そして時々これを入れ替えたんです。新鮮になるように神の恵みを表してた。鏡餅じゃない、お正月の時3つぐらい揃えたり4つやったりするじゃない。なんで鏡餅見たら、このそれを世界中探しても日本しかないわ。だけど本当のユダヤの祭壇に入っていくと右側に6つ6つのパンを置きました。パンに言うても食パンとかそういういい時じゃない、種を入れないパンと書いてある。言葉でパン、焼かれたものって意味でしょうかね、あるいは食べるものと言いますか。でそこでどういうこと、種を入れないパンというのはイースト菌が入っていない、不純なものが入らないという意味です。作られた純真なものでなければならない、神に捧げられるパンですから。ああ、みこしのちゃう鏡餅や。なんで鏡餅でなければならないんですか。ここに書いてあるから。今私たちやってる鏡餅は当たり前のように。そしてここがいわゆるパン、鏡餅ですね。こちらの方に何をしたかって言ったら、火を灯したんです。中を明るくするために食材と言います。でここでこう食べた。で1年に1回だけこの幕を開けて、さっき牛の血を大祭司がここに流したんです。こうして清めながら清められながら清められながら本当のユダヤ民族は移動したんです。だから日本のあるところにこの契約の箱は到達してます。しかもレビ人でないとそれは見ることができないね。神に仕える仕事ですから。で十二部族の中のレビ人って言いましたが、このレビ人は十二部族の中で土地を持ってはいけない、他の仕事をしてはいけない。どうしてレビ族は生きることができたんですか。残れる十一部族が全部養ったんです。こうして助け合いながら行ったのが本当のユダヤ人です。そしてこの外に庭がありました。で外の庭ということを言いますと、神にこちらが入ってくるときに清められなければならない。
つまり洗面あるいは洗盤所でもいいですね、手洗い所でもいいです。そう、そこで手を洗って神の前に礼拝したんです。日本の神社と一緒じゃない、鏡餅行ってるじゃない、先から。そして良き香り、神社の奥の院と一緒じゃない。そうだから古代のユダヤ人が現実的に日本に来てたんだなっていうことはこれ分かる。2019年の今、日本人は知らずにその習慣を守ってるわけです。はい、もうぼつぼつ、やめなければなりませんが、2ページをすみませんが見てくださいますか、2ページの一番下、出エジプト記2ページの一番下12と書いてある。その血を取り、子羊を食する家の入り口の2つの柱とカムイにそれを塗らなければならない。そしてその夜、その肉を火に焼いて食べ、種を入れないパンと煮がなを添えて食べなければならない。生でも水で煮ても食べてはならない。火に焼いてその頭を足と内臓とともに食べなければならない。朝までそれを残しておいてはならない。朝まで残るものは火で焼き尽くさなければならない。あなた方はこうしてそれを食べなければならない。すなわち腰を引けからげ、旅に準備やね。腰を引けからげ、足に靴を履き、手に杖を取って急いでそれを食べなければならない。これは主の吸い腰である。というのはどういうことかと言ったら、この世までユダヤ人は3500年前エジプトの奴隷でした。皆さん知ってらっしゃるように奴隷やったね。でその奴隷であったユダヤ人を数百万エジプトから出発させた、これがモーセです。だからモーセってのはものすごい指導者だったってことが分かるわね。でそのエジプトを出発するとき、ここでエジプトというと、これはもう大きな国、当時ネピリムの国です。エジプトの王様の頭のミイラ見たことありますか？ものすごい長いでしょ、ここ。だから、こういう形になってる。こう簡単に。私たちは大体この辺。ものすごい長い。ミイラ残ってますから、いっぱい。ツタンカーメンのあれ、面だけなんです。ツタンカーメンのミイラはその下に入ってる。ものすごい長いでしょ、ここ。だから私たちが違うって分かる。ネピレイムです。皆さん、エジプト行かれたかどうか、失礼な言い方ですが、先ほど申し上げたように、ピラミッド。すごいもんですよ。数学的にピシッ、あの並び方も宇宙の星の並び方と一緒なんですよ。オリオン座と